はい前回は免疫の中でも獲得免疫特に抗体産生がある体液性免疫っていうのをちょっと勉強してきたよねねじゃあちょっとそれを復習も踏まえて見てみてくださいはい、いきます体液性免疫は抗原が入ってくると受腸細胞による抗原提示を受けてそれを受け取ったヘルパー T 細胞がインターロイキンというものを分泌することによって B 細胞が 抗体酸性細胞に分化してきたよねそうすると抗体酸性細胞は増殖して抗体を分泌してこの抗体が結合するとマクロファージによって排除されてくるこんな流れだったと思う。だけど前回までに話したこれはね初めて入ってきた抗原に対して抗体がどうやって作られるのかっていう話なんだよ。そううすると2回目のの時っていはは実は 前入ってきた情報が免疫記憶細胞っていうことで残ってるよね。そしたら、その免疫記憶細胞っていうのが残った状態で2回目。つまり再び同じ抗原が入ってきたら、どんなことが体で起きるのかなっていうのをちょっと話したいなって思っています。で、同時に同時にそもそも抗体って何なんだよってみんなちょっと思ってると思うからね。まずは抗体の構造。その後。 2度目の抗原神経に対して免疫細胞はどんな働きを示すのかそんなことを今日はやっていければいいなっていうふうに思っていますじゃあ体液性免疫で作られる抗体ねその抗体のまず構造をみんなに見てもらおうかなって思います。ははいい見てください抗体はね まあよく絵とかでもあるから知ってる人もいるかもしれないけどこんなね、y、みたいな形してるんだよねだけど、y、みたいな形しててこんな感じなんだけど素材としては何かっていうとこれタンパク質でで実はできてるのだけどタンパク質はタンパク質でもちゃんと特別な名前が付いたタンパク質でそのタンパク質の名前を何て言うかっていうと実は免疫。 グロブリンっていう風な名前のタンパク質で実はできていますなるほどそうそうこの免疫グロブリンっていうタンパク質は実際にこうなんだけどこういうふうになってくるんだけど実はねこれね4つの部品でできてるっていうふうにちょっと考えてくれるといいの。でもう先にくっつけちゃってるから分かりづらいかもしれないんだけど実はねここに長めの部分が。 こんんな感じであると思うんだよね、うん、しかも短めのものがここにこういうふうにあっていいかい長いものが2本と短いものが2本それがこのオレンジの部分で結合して1個の抗体ができているみたいなこんな感じになるそうすると長いものは短いものに対してもちろん大きいから重いよね。 だからその重いっていうところからこの赤く書いた部分をこれを H っていううに言うんだそれに対してこの黄色く書いた部分っていうのはもちろん軽いよねだからちょっと色,に色を合わせて黄色で書かせてもらうとライトから L 差あ重いこの H 差の H はこのヘビーってう意味ね、うん、そうするともう一回言ってみると。 1>, 抗体1つっていうのは重い H、AH、差が2本と軽い L 差が2本それがこういうふうな結合をして実際に Y って形になってるわけじゃあそれが B 細胞から分泌されてくると抗原に対してこういうふうに来たものがペッてこんな形でくっつくんだよね。つつまりののの先端の一方にこうやっってくっつくので こっち側の部分はじゃあ結合する能力がないかっていうとそんなことなくてちゃんと結合する能力があると、うん、そうすると抗体っていうのは抗原と結合するつまり抗原抗体反応を起こすところっていうのは1つの抗体につき2つあるんだよってことがあるはいこんな感じで <laughs> なるほどねでここの部分っていうのは B 細胞から作られる抗体なんだけど 光源のの情報にによよっっっってててそれれはは作らららるるわわけだから光帯によってここの構造た変くね光源どんなものの情報に基づいて作られたのかってことによってここの部分は変化するってことがあるわけだから実際この黄色で示したねここの部分ちょっと一方だけにしとくけど示した部分のことをこれを実は可変部っていうふうに言います。つまり 抗体には、抗原と結合する可変部が二箇所あるっていうふうなイメージなんです。そうすると、可変部以外の部分は、じゃあ、名前はついていないかというと、そうじゃなくて。どんな抗原に対する抗体でも。この丸で示したところ以外は、常に、常に同じ構造なんだよね。だから、この丸以外の部分、ここのね。ここの部分を、なんていうかというと。これを。実は。定常部。 いいうふうふに言いますなるほどじゃあここまでをまとめてみようねはいですか抗体は免疫グロブリンというタンパク質でできた H 差 L 差が2本ずつ結合して1つの抗体となっているとまあね抗体っていうのはこういうタンパクでこれとこれが2つずつなるほどそうすると1つの抗体につき定常部となるほど定常部と2か所の可変部があると。だから ここに可変部なんで可変部かっていうのはさっき説明したと思うけどねこういう構造です。じゃあこの抗体っていうものがもう一回話を戻すといい回回目に入っったたはは作られるプロセスは前回の授業でやったよねじゃあ2回目再び入ってきた時にこういう構造を持つ抗体がどんな感じで作られてくるのかその話っていうのを次のスライドで説明していきたいなっていうふうに思います。 はい、体液性免疫で免疫記憶細胞が形成された後にまた同じ抗原が体内に入ってきてどんなことが起きるのかね、まあ、それをいよいよやっていきますいいですかじゃあ見てくださいね、いきなりグラフが出てきました生物の場合グラフが出てきたらまあ、生物に限らずだけどね必ずグラフの縦軸と横軸っていうのをしっかり捉えておいてほしいのそうすると今回は縦軸は 抗体酸性量血液中で抗体がどれぐらいあるのかっていうのを測るもちろんここれはは血液検査ででで測ることができますす横軸は時間ですつまりこれどういうことかっていうと抗原を、まあ、1回目の注射って書いてあるけどね人為的に抗原を体の中に入れたときにその抗原に対してどういうふうなタイミングで抗体が出てきてその抗体の量っていうのは時間を追うごとにどういうふうに変化するのかっていうのを グラフ化したこんな感じですそうすると1回目の注射を打ってみるとまあいったら樹状細胞によって食細胞を受けて抗原定時し抗原定時をされた情報がヘルパー T 細胞によって受け取られると B 細胞は分化をして増殖をして抗体は作られてくるから徐々に徐々にこの抗体量っていうのは増えてくるよね。元々はゼロだよ、ね、増えてくる そそうするとその打った抗原が排除されれてくれば抗体産生細胞はだからそれに伴って量は減ってくるんだけど全部死んじゃうわけじゃなくて一部が生き残るからゼロにはいかない。なるほど。つまりこれが一番初めの抗体が作られるプロセスの変化なんだよね。なるほど。じゃあそこに今回人為的な話だからもう一回じゃあ同じものを打ってみようってことをする。はい見てください。 そうすると2回目の注射をしてみると今度の抗体酸性はドガーンとこう増えてまあ明らかにこうちょっと違うよねこういうふうなグラフが見られた。なるほどでこれをねみんなに注目してほしいのは抗原を注射したところから抗体の量がピークになるところっていうのをみんなちょっと注目をしてほしいんだよ。そうするとピークのところにみんなに分かりやすくしてもらうためにはい線を引いてみます。こんな感じ そうすると1回目の注射から抗体量がピークに行くまではこっからここぐらいまでの時間がかかってるよねところが2回目の時はどうかなここからここちょっと分かりやすくするために線引いてみようかこっからここまでかかってるのがこっからここ明らかに時間が短くなってるの分かるかなねつまり1回目の時っていうのは その抗原に対して食作用を受けて抗原提示をしてヘルパー T 細胞がそれを受け取ってみたいなその辺の文化と増殖までの時間がかかってきたけどここではもう記憶細胞がそれを担当するわけだから文化,増文化の時間がもういいらないんだよねその分増殖をするだけでいいから立ち上がりまでにものすごく短い時間でピークまで持っていくことができると。でなおかつ分かつると思うけど 明らかにこの高さが違うのがわかるよねつまり1回目の時よりも2回目の時の方が抗体の酸性量が多いとつまり記憶細胞はもう1回抗原が入ってくるとその増殖をする能力はものすごく強くて入ってきた途端にブワーってこう増えるんでねそうするとその増殖に伴って抗体量も増えてくるってことが起きるわけつまり2回目の抗原の侵入に対しては 早くてなおかつ大量にがそうするとそういうふうに1回目に対して2回目が早く強い反応になってくるよっていうそういう反応のことを特にはい2次応答今回のここの題名にもなってるけど二次応答っていうふうに言います。でその二次応答に対して1回目の抗体酸性のそういう反応のことを基本的に一次応答っていうふうに言います。 つまり2回目の時の方がより効率的に抗原を排除するようなシステムが備わっているってことがなんとなく理解できたんじゃないかなと思うじゃあポイントとして2度目の抗原侵入では免疫記憶細胞によって早く強いまあ強いっていうのはその量が多いっていう意味ね強い反応が起こるそれのことを二次応答っていうふうにねなるほど分かってもらえたかなだから 1>, 1回風邪をひいたりすると次はあんまりかかりづらい、ね、あんまりかからないよみたいなのは経験的にみんなちょっとあの体験してると思うんだけどそれは二次応答によるものなんだっていうふうにちょっと理解をしといてもらえるとよりね理解できるんじゃないかなって思います。はいじゃあね体液性免疫で産生される抗体についてね問題を持ってちょっと確認してみようね。 きます。抗体について次の問いに答えなさい。過去一。抗体はなというタン質でできているか答えよ。ね。確か抗体っていうのは重い H 鎖と軽い L 鎖っていうのが二本二本が結合して四つで一つの抗体この Y みたいな形をするみたいな話はしたと思うんだよね。ただその H 鎖 L 鎖はなんてタンパクでできているのか。だから今回の答えは H 鎖 L 鎖っていうふうな答え方ずダメなんだよ。そのタンパクの名前。 それは何だったかというと、確か。免疫。グロブリン。っていう確かタンパク質だったよね。うん。じゃあ過去二番。抗体の抗原結合部位を何というか、答えなさい。確か。もう一回言うけど、抗体っていうのは。こんな。こんな形で。 こんな形で,でここがこうくっついてこうくっついてこうくっついてこれで一つの交代だったよねそうするとこの y の確かここの部分とここの部分っていうのが示すよこことここが光源に結合するところだった。でもちろんこの結合するところっていうのは光源によって形が違うみたいな話をしたと思うんだよね。だから 物によって違うわけだからここの名前のことを確か変わることが可能だってことで可変部っていうふうに言ったと思う。ねだから可変部は抗体につき2つあるよってこともあの覚えておかなきゃいけないし抗体には変わるところと一切変わらないところの定常部っていうところもあるってこともね同時に覚えておこうね。じゃあ3番目 2度目の抗原侵入に対して起こる強くてあごめんね早くて強い免疫反応を何というか1回目っていうので実際抗体が作られると抗体酸性細胞は、ね、排除が終わった後みんな死滅しちゃうわけじゃなくて一部が残ってくるってことがあったよねその残った細胞のことを確か免疫記憶細胞っていったと思うそうすると免疫記憶細胞が体にある状態で再び同じ抗原が入ってくると免疫記憶細胞は 即座に反応して抗体を作りなおかつ増殖能力がものすごく強いつまり抗体酸性量は大きくなってくる多くなってくるよって話をしたと思うそうすると1回目の反応を確か一次応答って言って免疫記憶細胞が起こす今回の早くて強い反応は何だったか一次応答だから次は二次応答って言ったよねだから今回答えは二次応答。 いいね、二次応答って言葉も大事だけどみんなはあのグラフねグラフをちょっと思い出すようにしてみてください。はいじゃあね今日の体液性免疫で最終的に作られる抗体の内容、ね、ちゃんとポイントを捉えて確認していきたいなと思います。ね、抗体っってていうのはそもそももどんなな形だったかかか覚えてるかな確か こんんなな Y みたたいい形をしていたと思うんだよね。この Y みたいな形をしていてもこれはれっきとしたタンパク質で確か免疫グロブリンいいうものできていた。そうするとその免疫グロブリンっていうものでできたタンパク質はこの長い H 差と短い L 差これが2本ずつつながってこの1つの抗体っていうのを作っていたと思うんだよね。そうすると免疫グロブリンというタンパク質でできた H 差 L 差が2本ずつ結合して1つの抗体となってくる。 そうするとこの抗体っていうのは確かここの部分でここの部分で抗原に結合するってことになってこの抗原と結合する部分のことを抗原によって形が変わるから可変部それ以外の部分を定常部っていうふうに言ったと思います。一つつの抗体につき定常部と Y でこういうふうな構造を持っている抗体っていうのは体液性免疫の。 抗体酸性細胞によって作られるわけだけどその抗体酸性細胞によって作られた抗体はまあ言ったら抗原を排除した後ねもちろん抗体はいなくなってしまうんだけどそれを作るに至った抗体酸性細胞も全てではないけどそのほとんどがいなくなるんだよねそうすると生き残った細胞のことを免疫記憶細胞っていってその免疫記憶細胞が再度の抗原侵入に対してどんな反応を起こすのかっていう話を後半戦でしたと思うそれもちょっと確認してみると。 1>, 1回目の時っていうのは1回目の抗原侵入に対しては抗体産生っていうのはこれぐらいの時間でこれぐらいの量を作られるってことがあったと思うんだけど2回目入ってくるつまり免疫記憶細胞が対応する場合っていうのはそのピークまでまあったら抗体の量がピークまでくる時間は非常に短くなってきてなんかその量は非常に多くなってくるってことがあるんだよね。 早早くて早くてて強い、まあ、今回の強いっていうのは抗体酸性量が多いよって意味だけど早くて強い反応が起こるそうするとそういうものを1回目に対して2回目っていう意味で二次応答っていうふうに言って、まあ、二次応答に対して1回目のことを一次応答っていうふうに言うんだね。 風邪をひくみたいな時は1回目の時よりもちょっと軽症で済むよみたいなものは二次応答によるものなんだよねっていうふうに理解しておいてもらえるとここの内容がねよりね自分のものになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。